おい、8番今、なんかボクシングさんの動画の声聞こえなかったか、今、なんか。強さも結果も全部発言でやってください。ボクシングさんもわかるでしょ、ボクシングさん。しゃべりやばん。やめて、やめて、もう本当に。だよ、だから歌ったよ今俺が。あれ清純アンコウじゃないよ、俺が歌ったんだよ。清純アンコウじゃねえ。いやもう無理だ俺。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。真面目にやるんか俺。とりあえずは昨夜は。よし、真面目にやる部屋だな。真面目にやっていこう。はい、おはようございます。村人陣営です。 CEO 特にいないです。声どういうこと。声キモとか言われてるよ。一緒に頑張ります。6番。はい、どうもおはようございます。私占い師 CEO いたします。7番さ占ってシロでした。ということでですね、まあ5番さんは気づいてないでしょうけど、5番さんなんて言うんでしょう、声変わってるんで、ボイチェンしてるんで、そこのところの把握お願いいたします。あき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 。もうなんなんだこれ。おしっこ行ってくる。1番のプレイヤーが発言してください。はーい。すいません、マジで。あと今自分歯が痛くて、歯が痛すぎるんですよね。で、それでしかも、ルール説明を、ただやっぱり8番さん白いなと思って。で、俺5、6で今ね、6番人狼じゃないかと思ってるんですよね。で、5がね、5も人狼って見てるんですよね。で、ちなみに、ルールの部屋を言いますと、全部、チャットなしっす。チャットなしで。CO とかも結果も全部発言って言ってください。ここガチ部屋なんで。で、まあ、そんな感じですね。いや、5、6とか雑殴りで。いや、ガチではない。説明がない時点でガチではない。何を言ってんだ、お前。しゃべりやばん。やめて、やめて。もう、本当に。おはようございます。3番、モニーホースと申します。よろしく。聞こえてます？聞こえますか？なんだよ、この部屋。聞こえますか？うん、僕、占い師をさせていただきます。4番さん、セオリー通り左占ったんですけど、黒が出ました。名前の通り黒猫の魔王っていうところで、黒が出て、僕びっくりしましたね。発言してください。聞こえてますか？そこチャット欄が、あ、ごめんごめん、ありがとうね。うん、チャットなしだろ、おい。私人狼の方使用します。私人狼でーす。はーい。6番狂人のボクシングさんもわかるでしょ？ボクシングさん本人かわかんないけど、たまに動画見てるよ。投票を始めてください。4番のプレイヤーが選ばれました。マジでやばいな、人狼殺ひどいぞこれ。朝が来ました。おはようございます。4番さんの、お前放送見てんじゃねえよお前。8番お前バカ。いや、回すします。9番。なんやねん、こいつ。プレイヤーは発言してください。おい、8番今、なんかボクシングさんの動画の声聞こえなかったか、今、なんか。おい、気のせいか？ゴースティングしてんのか？まあいいや。やめとけよ、そういうの。1番のプレイヤーに発言してください。あ、了解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 。了解だ。3番、お前人狼だろ、お前。6死んだな、これ。6占い結果。あ、ダメだわ。
ちょっとこの状況からあのフェアになったから、ルール頼むわ。チャットなし。チャットなしな。2は多分村だわ。うん。2はハンターだったらありがてえんだけどよ。うん。3番これ釣った方がいいわ。バカだろ、お前。もうこれ3人狼だろ、この野郎。4が2。これもさ、3、4さ、お前らさ、こんなクソゲーでさ、まだ勝つ気でいんのかよ、この野郎。お前らさ、ちょっと何なんだ、この野郎。3番が人狼だ、この野郎。超人出てこい、この野郎。俺だよ。のプレイヤーは出現してください。そうですね。自分目線、4人狼、3狂人と見ています。発言してください。始めてください。2番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。村人の勝ちです。頼むって。頼むよ。頼むって。うわぁ、また始まったよー。 また狂人だし。身分を確認してください。誰も死にませんでした。これ説明ありましたっけ？ちょっとあんま分からなかったんですけど、ちょっと、すべて、ちゃんとすべて禁止、全部発言のみ。はい、分かりました。ちょっと僕がなまってる感じがあるんで、もしあれだったら言ってください、分からなかったら。その都度、その時だけちょっとチャット使わせてください。すいません。じゃあ次に回します。はい、占い師でした。6番さん、占ってしろと出ました。うん、そうですね。6番さん、狂人とのことなんで、まあ、今日6番さん釣り、もしくは真面目にやらないならもう人狼は自爆してください。もうこれは8番さん嵐ってことで8番さん釣りでいいんじゃないですか。正直狂人は釣らなくていいと思う、うん、って感じかな。もう6番さんがかわいそうだから。違う、俺を釣れば俺が早く出れるから俺を釣ってくれ。発言してください。おめえら何なんだよこの野郎。俺の部屋に来てさ、俺のルールが聞けねえってなんだこの野郎。おいログ、チャット禁止だってんだこの野郎。で、な、多分6はリア強だから3が死んでた、まず間違いない。4のところはまず間違いない。9、1、2で出なければまず間違いないだろうな。なんで真面目にやろうとしてんだお前は。聞こえないだぞ。な、ちなみに7番多分人狼だと思うぞ。この状況で普通に6釣りなんてありえねえわ。もうめんどくせえ。6は普通にあれだわ。6はリア強。それに入れたがってる7番は、まあ、人狼といったところだな。俺は7番に入れるぞ。9番。違う違う、もうほんと荒らすなってもう。20名以降話しませんが、さっきの部屋がルーマスターがにしてすごい最悪の部屋だったんですけど、2回目この部屋ですごい悩んでるんで、狂人の6番さんに入れます。そして、狼さんは8番さん釣ってください。それでいいです。やったが、違う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 、8番は釣っちゃダメなんだよ。そうですね、9番さん、多分僕一緒の部屋でしたわ。そうだるかったですね。違う、8が噛んだら8ついてくるから噛まないだし。僕入れてもいいんですけど、1日目入れてください。で、人狼の人は8番を噛まないでほしい。この後ついてくるから。お願いします。頼むからよ。俺の部屋を荒らさないでくれ。お前なんだよな。俺がルームマスターなんだよ。チャット使わないでって言ってるじゃんな。もう一人の相方のために言わねえけど、人狼は俺だ。ああ、噛もうとしたんだよ、初日。初日噛もうとしたんだよ。たださ、そいつに止められちってよ。だからもう、本当に頼む、本当に頼む。頼む。俺は自爆しにがんな、このやら。6番さん、お前さ、被害者気取ってるからだよ、お前このやら。俺の部屋に2回も入ってきやがって、このやら。てめえ、ブラックしてんのになんで入ってくんだよ、このやら。8入れます、じゃあ。なんでだよ、頼む、俺に入れてくれ。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。頼む。いや、頼む、俺に入れて。
頼む頼む。ほらじゃないべ。違うんだよ。また待たれるから、頼む、俺に入れてくれ、頼むって。いや。ハンターじゃねえかよ、マジで。マジでお願いだってよ。9番もうダメだな、これ。マジでよ。てめえらこの野郎、なんで俺に入れんだこの野郎。6だろお前らこの野郎。てめえらお前、俺も自分に入れてんじゃねえかこの野郎。あーとなー、バカだろこいつ。野郎の6番ぶっ放してもいいんだけどよ、ちょっと6番白すぎちゃってよ。狂人って言うか。まあ、3が死んで、もう3が死んでさ、俺村人陣営だからよ、3撃つわけにもいかねえしよ。カリウド次3万無理で頼む。夜が来ました。いやマジで頼むって、もうこれ絶対出待ちしてんだもん、ルーム作ってまた。何が6っつってんだこの野郎だよ、お前。お前変な人狼 CEO するからいけねえんだろ、お前が。ハンターなのに。もうきついんだよな、これ。面白くない、面白いけど、もうさ、もう無理なんだよな、これ。昨夜死んだのは。もう、めんどくせえな。頼むから俺を釣ってくれって、もう。いいんだよ、俺を釣れば。ね、PP 回避。ね、うわ、じゃあ、わかった。占い師、CEO いたします。隣の5番さん、占いました。白でした。はい。今日は、占いロラで、僕が、やっぱ、強靭目があるんで、僕を釣ってください。以上。てください。投票を始めてください。もう、押せんだよ。俺を釣ればいいんだよ。ごめんなさいね。6番のプレイヤーが選ばれました。やっと退出できる、もう長い、もう。